じゃあ録画。ナマステゴリー。ナマステゴリー。どうもなんちゃんです。グッチでーす。暑いっす。暑い。今何度？38度とか40度近い。はい。今日はちょっとインドに住んでからもうずっとやってみたかったことがあって、はあ、インドに住んでる人なら絶対誰でも知ってると思うんですけど、はい、路上の床屋。おー。あれか。そう、ちょっとね、もう俺めっちゃ今髪の毛長くて、あそこずっとやってみたかったんだよね。あ、確かにキリはなる。なんかインド人もさ、なんだろう、普通にあそこ行ってるから。そう、なんか確かにキリはなるね。そう、で、ちょっとこの長い髪を今日はいくらするかわかんないけど、路上とこや、青空とこやで、サクッと、綺麗にインディアンスタイルに仕上げてもらいたいなと。なるほど。いうところで早速、では、はい、行きましょうか。行きましょう。せーの、チャロ。チャロが。今どこですか、ここは。今はここはグルガオンの MZ ロードのところを歩いてますね。なるほど。暑い。とりあえず暑い。もう周りすごいっす。こんな。あのね、すげえ怖くなってきた。さすがに。いや、まあそうだよね。日本人で来てる人、俺聞いたことない。普通に怖くなってきた。で、うん、本日の舞台がこちらです。いや、これこれだよ、これ。これやばくない？いや、ザ・ローカル。これこそ路上ローカルだよ。よくわかんないし、靴磨くね。これを今日はこの長い髪の毛をうるせえ切ってもらおうかなと。なるほど。思ってますので。いやー、もう俺が知ってる限りで初で。いやー、俺も初めてだわ。すげえ楽しい。慣れたってさ。どんな髪にすればいいかな。なんて言えばいいと思う。なんて言おう。クールっていうかな。いつもなんて言ってきてる。いつもなんか写真見せてやってるけど。やってみるってのもありかも。ああ、まあその技術力の差を見てみるみたいな。まあサロンで切ると大体インドって600とか500ルピーぐらいで。そうだね。切れて、まあ写真見せるとある程度それに近いのをやってくれる。そうだね。まあじゃあちょっととりあえず待ちましょう。はい、お待ちください。じゃあロゴがオンリーヘアカット。オッケー。2ブロックにちょっとしてもらいたい。さあ、いよいよ始まります。運命の時が。すげえ。ヤジウマが寄ってきてます。さっき切り立てのすっきりしたおじさん、顔色を一つ変えずにずっと単調みたいな。意外とあの設備をなんだ、ちゃんと機能性抜群な感じで。さあ、早速始まります。さあ、めっちゃ緊張する。今の気持ちすげえ緊張する。やばい。おお。あ、意外にちゃんとやってくれる。このおじさんずっと同じ顔してんの。無表情。熟練のインド人めっちゃ集まってきたんだけど。いや、そりゃこんな日本人がね、切るなんてね。ね。Interesting? さあ、まずは、まあ、霧吹きで、お水を。絶対あれ霧吹きじゃなくてさ、これただの水だよ、絶対。ね。これ絶対市販の洗剤のやつ。グッチ始まったぞ。いや、始まりました。まずは櫛で、しっかり頭を下げて。いや、記念すべき一発目。じゃあ録画。おお、結構がっつりいくね。すげえ切られてる。そう、がっつりいってるね。マジ。なかなか手つきはやっぱりいい感じ。慣れてる。うん、慣れてる慣れてる。もう安定の顔でね。そう、うん、無表情保ってる。やっぱこういうイレギュラーなことにも動じずに彼はボクボクと切り続けてる。彼は日本人切ったことあんのかな。いや、絶対ないでしょ。いや、なんかかっこいいよ。だってさ、すげえ凛々しい。野獣馬もしっかり。この3人インド人同じ顔してる。まあまだ何も変わったことは起きてないです。マジ。うん、全然まだ普通。うん。いや、やっぱ切りならやっぱちょっとサイドだな。サイド。ちょっとこのもみあげのところをきっちりされるのかっていうのはちょっと気になる。
けど手つき結構早いよ。あ、早い。結構ね、熟練ですよ彼。おー、短け短けぞ。なんかモッチャン部屋っぽくない？大丈夫。なんかね、ある意味ツーブロになってる。すげえモッチャン部屋で、なんか韓国にいそうなアイドルみたいな。これ失敗してるってこと？いや、なんかね、俺その横をさ、もみあげからこう上がっていくさ、おでこのとかじゃん、なんかあの辺がちょっとまだ、まあ、切ってないからもうちょっと違和感はある。まだ始まって5分も経ってねえぞ。こんだけ俺らゲラゲラ笑ってるのにおじさん顔一つ変えないのやばい。ちなみに髪の毛切るのはいつぶりですか？もう3ヶ月とかぶりぐらいじゃないかな。全然切ったやろ。じゃあもうそれは長い可能性も切りがいがあるんじゃない？すげえ髪の毛しちゃった。めっちゃ落ちてる。こんな感じですか？あ、けどすっきりしてきたね。うん、だいぶサイドがいい感じ。あ、若干ボッチャンヘアがいる。いや、ボッチャンヘアだよ、マジこれ。すげえ短かったけど、これめちゃめちゃボッチャケアみたいな。大丈夫？先に言うとね、ちょっと俺的に大丈夫ないと思って。うわー、すげえ長かった。え、なんか今までさっき見せた写真もさ、ツーブロみたいだったけど、これね、いかついツーブロになってる。そう、やべ、すげえ。なんかもうはっきり分かれてる、長いところです。すげえな。さあ、こっちの長さとさ、こっちの長さが絶妙に違うんだけど。うん、あのね、足目立ってる。めちゃめちゃ足目。しかもさ、すげえ微妙な足目だよね。3ミリぐらいのなんか。足目を、いや、なんかあとなんかそのツーブロのバランスも全然違う。 お前笑いすぎやろ。どんだけ笑っとんねん。やばいやばい。おじさんのセットなんか櫛だけ、櫛がいっぱいあると思います。ヒゲ剃りも汚ねえ。シェービング用のオイル、なんかよくわかんない黄色い液体と。おうおう、なんだ。最後髪を落としてて、ドライヤーがないから。ドライヤーがないから、その分手とマッサージ付きだ。すげえ。どうですか、気持ちいいですか？気持ちいい。なんか床屋みたいな。すごいすごい。マッサージがね、うん、気持ちいい。おお、いい感じ。普通に気持ちいい。いいね。おっ、首うわ、すげえ、バキバキなった。めっちゃバッタね今。ああ、お、ちょっと笑いが出てきた。このおじさんで。ビーバッド。なんちゃんちゃみ、血出てる。血出てる。やばいじゃん。Thank you。終わり。Done。Thank you。どう？うん、いい感じです。ちょっと全体撮る。なんか意外と悪くないよ。悪くないって感想は一番中途半端だから。けど、まあ、やっぱサイド違うね、長さ。サイド長さ違う。あ、本当だ。全然違う。長さ違う。うん、全然違う。なんかおじさんのこだわりなのか、マジでミスってるかし。こだわりなわけないよ。けどすごいいいっすよ。なんかこれサロンで切ったってインドで言われてもそんなわかんないけど。そう。これ青空で切ったとは思わない。うん、あ、そう。うん。こんなに思ってる以上に悪いです。それは良かった。なんか結構すごいインド人っぽい、だからもうなんだろう、髪型になるかなと思って、意外とそうでもない。こんな感じになります。やばいやばいや。ハンマーズ、ハンマーズ。え？ワンハンドレッド。ワンハンドレッド。安っ。ワンハンドレッドでも俺結構高いと思ってる。まあローカルもっと安いかもね、もしかしたら。これで払って。
100ルピーだそうです。カットシェービングだともうちょっと値段変わるもんね。100ルピーでも高いと思う。数十ルピーだもん。まあ外国人価格感は若干否めないです。外国人価格感めっちゃある。まあいいや、感謝しましょう。はい、Thank you。 最後握手してる、はい、お、笑顔を見せてよ。まや、Thank you。じゃろうかということで、終わりました。いやー、ちょっと、どう実際。いや、いい感じです。爽やかになった。あ、爽やかになった。髪長かった分もあってすごいさっぱりしていい感じですよ。マジ、うん、セットすれば全然問題ないと思う。あ、そう、うん、じゃあまあ検証動画としては良かったんじゃないですかね、うん、まあちょっと値段がね若干外国人価格感は否めないですけど、価格になってるよね間違いなく、うん、多分もう半額ぐらいで、まあ寝ごればいけそうだった。そうだね、インドの路上床屋で切ったらこうなります。はい、ぜひ皆さんも興味があれば試してみてください、はい、ぜひトライしてみてください。この動画いいねと思ったらぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。 SNS のフォローもお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、SNS のフォローよろしくお願いします。